時を操る伝説の秘宝地震儀をめぐり、京の都で繰り広げられたスサノオ事変、仮面の将軍無限祭こと吉田松陰先生の死をもって終結したと思ったんだが、俺たちにはまだやるべきことがある。そうだろ、勝田。戻すのか変えるのか、やり直しの効かない運命に翻弄され、新たな物語が今動き出す。テレビアニメ幕末クライシス、4月より放送開始。